エンゼルスの大谷翔平、26、が27日、日本時間28日、敵地のトロピカーナフィールドで行われたレイズ戦に、2番 DH でスタメン出場、25号ソロを含む、あわやサイクルの大活躍を演じた。4回に、先頭打者として、四球で出塁すると、今季11個目の盗塁に成功。1-1の同点で迎えた6回無視1塁からの第3打席はライトオーバーの勝ち越しのタイムリー2塁打。7回2死2塁の第4打席は同点のタイムリー3塁打。そして圧巻は9回2死からの25号ソロ。インコースのフォーシームを逆方向に高々と打ち上げる技ありの一発だった。全米メディアも大谷劇場に狂喜乱舞。隠れたエピソードや敵味方を超えた絶賛の選手コメントを紹介した。マドン監督、大谷は立ち向かうことが好きだ。大谷の価値ある3打点で6-4で勝利し、連敗を5でストップしたこともあり、地元のロサンゼルスタイムズ紙は、エンゼルスがレイズに6-4で勝利し、大谷はサイクル達成まで残り単打1本だけだったとの見出しを取り、その打棒を称えた。記事は、大谷は2019年6月にトロピカーナフィールドでサイクルヒットを達成している。彼のプレーはその時と同じくらい素晴らしかった。大谷は単打1本を残し、サイクルヒットを達成できなかった。だが、彼は4度出塁しての3安打3打点で5連敗と、低迷していたエンゼルスが必要とする起爆剤となった、と絶賛。25号ソロについて、9回に、大谷は、左中間のフェンスを越える反対方向への彼の、シーズン最多となる25号本塁打を打ち、チームに少しばかり余裕をもたらしたと紹介し、成績が、打率、.277、OPS、出塁率と、長打率を合わせた、指標 1.031 と上昇。本塁打争いで、ブラディミール・ゲレロ・ジュニアを1本差で追い、大谷の長打数46本はメジャートップになったことを伝えた。そしてジョー・マドン監督の、この選手は立ち向かうことが好きだ。彼は、こういった瞬間を本当に気に入っている。彼は、あらゆる才能を備えている。彼は、立ち向かうことを望み、プレーすることを欲している。今日の盗塁はどうだ？右翼線への三塁打、そしてレフトへの反対方向の本塁打は、この球場で左打者にとっては本当に強打と言える一打だった。彼はプレーを望んでいるのだ。これがこの選手から私が得られるものだの興奮気味のコメントを紹介した。同じく地元紙のオレンジカウンティレジスター紙は、大谷は、チームの勝利への貢献を重要な場面でやったと絶賛する記事の中で同僚の証言をもとに隠れたエピソードを紹介した。8回に5-4とする勝ち越しの本塁打を放ったフィル・ゴスリンが同紙に大谷は6回の2塁打でバットを折ったと思う。彼はそれを時速104マイル、約167キロで打ち、私の本塁打よりも強烈だった。バットを折っても、さらに強烈な打球を飛ばすなんて頭が下がる。クレイジーだ。彼はこれまで見た中で、最も才能ある選手の一人なのは、間違いない。毎日見ているとさらにその凄さが分かってくると衝撃の証言を行ったのだ。同点で迎えた6回に、大谷は、タイムリー二塁打を放ったが、その打球速度は、ゴスリンの本塁打を上回り、しかもバットが折れていたというのだ。確かに映像で確認すると、バットの根元が折れていた。恐るべきパワーである。MLB 公式サイトも、言葉では言い表すことのできない大谷が、ヘイローズ、エンゼルスの逆転勝ちの鍵となるとの見出しを取り、オールスター最終候補の大谷がサイクル安打まであとシングルヒット1本まで、迫り、両チームの選手から畏敬の念を受けると伝えた。同メディアは、大谷の活躍ぶりを紹介した上で、5回3、失点と踏ん張ったエンゼルス先発のパトリック・サンドバルのコメントを伝えた。
サンドバルはこの試合は大谷にとって過去何番目くらいの活躍だと思うかと問われるとトップクラスだと言えるだろう。だがこうした試合はとても多くある。ランクはつけられない。彼がやっていることは驚くべきことだ。彼が見せたプレーの後にテレビカメラがダグアウトを映し出しているかどうか知らないが、全員のテンションが上がって釘付けになるんだ。最高だ。彼がこのチームのためにやっていることは言い表すことができないものだと最大級の賛辞の言葉を返した。また同サイトは中継ぎ陣が崩れて敗戦したレイズを分析する別記事の中で大谷の存在感について触れた。1点リードで迎えた7回2死2塁で大谷を迎えた場面で投手交代した後に大谷を敬遠で歩かせる可能性があったことを明かした上で、大谷は敵チームのあらゆる判断をさらに難しいものにさせている。このシリーズで彼の投球を見ることはなかったにもかかわらず、レイズは大谷の期待の才能のあらゆる側面を目撃したと称賛した。大谷は7回に同点のタイムリー3塁打を放った。また25号ソロを浴びた場面について、ピート・フェアバンクスの速球を打った大谷の本塁打は、リードを守れなかったレイズのブルペンよりも信じられないものだった。考えてほしい。フェアバンクスは、メジャーのキャリアでポストシーズンを含めて左打者に速球を365球投げてきて本塁打を1本も許していないピッチャーだったのだ。大谷は25号ソロでその記録を塗り替えサイクル安打までシングルヒット1本を残して3打点でこの日を終えたと評価。そしてレイズの捕手マイク・ズニーノの彼はスペシャルだ。彼の能力、才能は紛れもない。3日続けて彼の打撃を見ることができて素晴らしかった。そして彼は5日、6日ごとにマウンドに上がって100マイル、約161キロを投げることも知っている。信じられない才能だというコメントを紹介した。もう敵味方の垣根を越えて大谷の存在感は別格のものになりつつある。